本堂城は秋田県仙北郡三里町に所在していた中世日本の城。城石は県指定史跡となっている。本堂城は戦国時代に構築された平城で本堂市の居城である。六五複合線上地の先端近くに立地し、城石の北西側を矢島側が南西方向に流れる。 内堀は、東西182メートル、南北273メートルの区形をなし、幅はおよそ10メートルで、東西南北に巡らされ、北西端の宮島川の自然の流れを利用していたと見られる。内上の周囲には内堀に接して高さ4メートル、基底部分の幅が6メートルの断面が台形状の土塁が築かれていたと考えられる。内上は、 本丸のみのシンプルな構造と思われ、その広さは、東西140メートル南北180メートルであった。現在、内堀跡の一部は水田、また内城跡は、二十歳として利用され、東北端には土塁の一部が依存している。慶長19年名の現存する超えず、本堂白めぐりえずによれば、さらに外堀があったことが記されている。 その規模は、東西436メートル、南北405メートルにも及んでおり、少量種のものとしては大規模なものである。絵図によれば、内堀から20メートルから30メートルの距離を隔てて内堀を包むように囲み、南側だけが突上に出ており、南に、西門、東西の中央部にもそれぞれ門のあったことがわかる。このうち、東門だけが、 城下町と本堂城を直接結んでいる。城跡から単家米や礎石が出土しているが、規模や構造、立地などの面から見て、軍事的意味はあまり高くない。おそらくは、村落支配の必要上、平城の経営に及んだものと推定できる。本堂市は、鎌倉時代の前半に、道の区国我が軍に土着し、南北朝時代に、 出羽国山本軍に進出した和菓子の所流と考えられている。本堂氏は当初は、角野立を本拠とする戸沢氏と隕石関係を結んだものの、周囲の安藤氏、小野寺氏、戸沢氏の諸勢力に組み入れられることなく、山城の元本堂城を本拠とし、吉地より地下から朝親田だ地下と続いた。関西重州諸家府によれば、 吉地下は北の戸沢市と戦いうぐいす屋で戦死、寄地下も南の金沢城市との戦いで戦死、朝、親もまた戦死している。戦国時代後半には、付近一帯を支配する正大名に成長し、山城であった元本堂城から移ったのは、天文年間と考えられる。五百九十年、豊臣秀吉の小田原征伐に参陣、同年九月、上杉景勝の家臣 藤田新基地による検知に協力している。同年12月19日、これらにより、本堂忠鹿は秀吉から、元本堂、黒沢などの中軍11カ村、8983国、あまりの地行地が本領安土された。なお、忠鹿は、秀吉の朝鮮出兵にあたって、非前名古屋に赴き、文禄2年の牧師城攻撃の派兵が計画された際には、 秋田サネスエなどとともに名前が挙がっており、兵25人の軍役が割り当てられている。本堂城下町本堂上より 1.5km から 2km 東の湧水地帯には城下町があり、本堂町、五町、中町の町名が今も残っている。平城を構築した際に整備したものとみられ、その位置は山城と古代城作遺跡の所在する。 ほったの木跡を結ぶ道路のほぼ中間にあたる。道路の両側に向き合って家が並んでおり、山村形態の卓越する東地方にあって、長さ700メートル弱の外村の形態をなす。本土を白めぐりえずによれば、この山頂及び田町からなっていたことがわかり、その規模はおよそ100個であった。集中度から言えば明らかに強制的移住によるものと考えられるが、江戸時代のように、 小人町、武家町、自社地などの区別はなく、当時の統治法省領主の支配地域における、平農分離の進んでいない状況を傍傷する。ただし、五町などの名称より集中した人間の間に、階層的区別があったことは伺われる。慶長19年の本堂白めぐりえずによれば、周辺の川口、今宿、飛沢なども、町と記されており、これは、 自然村落を町と称したもので、都市計画を行ったものではないが、本堂城下町とは、川口町道、今宿町道、飛沢町道などで結ばれていた。他に、長子の田道、元本堂町、若林山道などがあり、いずれも城下町から放射状に道路が、両内要所に向かって伸びていた。関ヶ原の戦いの後の京町を五年十二月、本堂忠だの子、 本堂茂親は国会を命ぜられ、慶長7年佐竹氏の入部に伴い、交代寄り合いとして、日立国に張軍しずき8500国に転覆となり、本堂城は廃城となった。旧城下町は、その後、江戸時代を通じて、本堂城海村を称している。今日では順労村となっているが、本堂城改修落には現在でも、 薬病を防ぎ安寧を祈る鬼神である正気様が2箇所、道祖神として祀られ、毎年新原で衣替えがなされる。本道領は本道領は、地形的には、仙長部、仙王部、仙端部からなり、仙長部には調子の田千屋、黒沢、元本堂などの村が、南北に連なり、仙端部には、寺田、中里、板、内、駒場、 高梨、横沢などの村が形成されていた。前社は畑が多いのに対し、先端部とそれに続く地域では、電磁が多く、全高地に占める水田の比率が高く、しかも上田が多い。慶長19年の本堂白めぐりえずにも、本堂城下町及び横沢村の20余りの清水が描かれている。清水の流出する地域は砂やれが多く、 標高も低いため水田には向かず、電磁は湧水地帯より約500メートル以性に広がっていたとみられる。なお、戦王部は得ずに若林屋という表記があることからも原野であったことが伺われる。従って、本堂領は東から山城のあった元本堂など二十歳の多い船長部に点在する小集落水の得にくさから高地化されない。 若林屋などの西武豪部の原野先端部の遊水地帯に立地する本堂城下町をはじめとする諸集落先端部の西に広がる水田地帯の四層が帯状に南北に広がる景観をなしていた。本堂城及び堀田城はこのうちの四に所在する。堀田城本堂城と本堂寮生誕の高梨村の間に真山と長森の二つの小山宮がある。 この丘は共に古代の城作掘ったの木の一部として利用され、両丘陵を取り囲む形で外作が築かれていたことが秋田県教育委員会の学術調査によって判明している。成長などの主要な建物があったのは東の長森丘陵であるが、西の真山は長森に比して標高が高く、急春であるが、どのように利用されていたか不明な点も多い。戦国時代には、 この真山丘陵が館として利用されており、館守は堀田氏であった。軍機物によれば、堀田氏は本堂氏の重臣として行動を共にしている。このことより、堀田城は本堂陵の声援を守る役割を担っていたことが推定できる。三河国出身の気候家、菅江雅美は、ガツの出羽路戦北軍に本堂城主について元本堂より、 本学寺も城引き移して、天文に4年の頃は、領地も居山して、いよいよ家栄えて折お々りおり出陣ありしなりと記している。本学寺は現在、六号に所在する浄土宗の寺院である。また、本堂城跡より出土した漆塗りの手箱について、そのスケッチを残している。この城石は、平城跡としては、依存状態がすこぶる良好で、 特に内堀がほぼ原型のまま現存しており、中世上官の研究には公的な資料となるところから、1973年12月11日に秋田県指定史跡となった。指定面積は33,125平方メートルである。三里町教育委員会は2004年度より内容確認調査を実施しており、堀と土類の毎度状況をトレンチを設定して調べている。 なお、冬季には内堀及びその周辺に200羽ほどの白鳥がシベリアより越冬のため飛来する。所在地管理団体ミサト町教育委員会による内容確認調査で、南側、東側、西側の堀底の状況や土類を構築する際に、整地した面を確認している。南側の意向堀の上幅は確認したところで10メートル以上、深さ1メートルとなっており、 福度の断面観察より自然堆積したことが判明した。土類は一旦土を削って整地した後、再度土を持って構築しており、整地した面には拳台の大きさの石を敷き詰めていることが分かった。東側の遺構堀の上幅は確認したところで13メートル以上、深さは最大で2.5メートル以上であることが分かった。土類に関しては、 土塁構築の際の聖地層と、森土地層を確認した。また、現況のお堂部分の掘り下げの結果、南北に並行して走行する溝2条を確認しており、明治時代の地石図ではその溝の間の大乗区間が道路として利用されていることから、現在の農道はその後、拡幅したものであることを確認した。西側の移行南側、東側同様、 呂類構築のための整地した後と、り土した後を確認した。また、農道の下から内堀に向かうスロープ状の落ち込みを確認した。魚も分賃金手箱江戸時代の後期、本堂上跡から出土した手箱で、室町時代末期に京都で製作されたものと推定されている。黒漆を一面に塗り、それに宣告で、松、鶴、亀、岩、魚介、海藻、 戦母も,も、戦人などを描き、賃金の手法によりそれらが浮き出るようにしている。容量は1号。縦3 4 1トル、横2 3 1五セン2 3 5トル、秋田県立博物館所蔵。県史定有形文化財。この手箱を収めた箱の蓋裏に、本堂、伊勢守る奥方を手箱千木軍本堂上落上。 慶長六、牛戸市右の着手本堂本堂七年堂人上集、松岡城戸沢右京殿に、奉公の牧書がある本堂市ゆかりの備品。ガツノは路ロ戦牧群には、菅井増美のスケッチがある。その他の伊物美里町教育委員会による内容確認調査の結果、中国政治機、国産陶器、羽子板、牧書のある日扇義の骨、和毛物などの破片が出土している。 2009年3月13日、本道場改装えず、名は4年の二福が、歴史資料として、秋田県指定有形文化財となった。我が薩摩守元吉が、官能3年、足利高氏より、安本、阿城和座雲しが座との三教を与えられたのが、山本軍入部の契機とみられる。鈴木登、主因上によれば、総高1万1.416国余りで、 内対構造入地が、その21%に当たる2436国、あまりであった。道路そのものは、大曲方面からほったの木を経て、山城に通じ、さらに、マヒル峠を越えて、道の区国にも出られることから、以前から開かれていた可能性がある。塩谷順次、明和年間の村井図では、本堂町南側のみ屋敷の間口発見程度、 奥行き50件程度で、他は間口8件程度、奥行き20件程度、中町、五町は間口12件程度、奥行き20件となっている。文政9年から12年、未完、全24巻、本道場海村家図参照のこと、ありがとうございます。